んは、元男の子の青木かのんです。いや、おこだよ。マジで怒ってるからね。タイトルの通りですが、青木はですね、親が外国人なんですよ。以前改めて自己紹介のつもりで、実はハーフなんですみたいないう動画を出したんですね。そしたら私のことを新しく見てくれた視聴者から結構質問箱とかで、まあ、匿名で送れるからか、え、親が外国人なんだ、なんかがっかりで、二つ目が、親が外国人だからしつけが甘くて性別を変えてしまったんだね。三つ目、今までかのんちゃんを日本人だと思ったから少し残念。え、何が残念なの？別に残念じゃないでしょ。おい、そんな残念じゃねえだろ。え、何が違うんだよ。そういう書き込みにいちいち反応してるとさ、私までちっちゃいやつみたいな。だからあえて全然反応しなかったっていうか、反応したくないんですね。もっといろんな視野を広げたらいいのになって思っちゃうの。だってアメリカとか、まあ、他の国とかもそうだけど、まあ、白人とか黒人とかアジア系の人とか、一つの国にいろんな人種とか民族とか組み合わさって、それで一つの国みたいな感じでなってるじゃないですか。なんか日本にいると外国人を見ると、すごい外国人だみたいな、なんかちょっと自分と違う、あまり馴染みのないみたいな、そういう風に感じたりすると思うので、私も日本で生まれて日本で育ってるから、もう完全に日本人の感覚ではいるから、街中に外国人とか歩いてると、すごい外国人だ、背高くてかっこいいとか綺麗みたいな、なんかそういう風に 見るのね。でも親はですね、まあ、前も動画で言ったと思うんですけども、フィリピン人なんですよ。でフィリピンって言っても結構こうまた複雑でですね、なんかまあ歴史とかいろんなことを勉強するとわかると思うんですけども、私のまあおじいちゃんがスペイン系の人なんですね。でおばあちゃんがまあフィリピンとかまあ中国とかまあいろんな血が混ざってるっていう感じで、自分って何人なんだみたいな感じでたびたび思うことがあるんですけども、まあそんな感じで、私のいとこはまあ中国系だし、あとは女の子のいとことかだとスペイン系みたいな。私のお母さんの元の本名ってあのメンドーサっていう、もう完全になんだ西側の人の名前なんですね。で今はもうお父さんと結婚してるんで名前変わったんですけども、まあそういった感じで、まあ、ちっちゃい頃から私は自分は何人なんだみたいな。でもさ、これは幸いのことなのかわかんないけども、言わなければ私ってハーフっていうか、もう親が外国人とかも全然気づかれないんですよ。もう見ての通りなんで。っていうこともあって、ちっちゃい頃はそこまで私は自分の親が外国人ってあることに違和感はあまり感じてなかったんですね。ただ小学校とか中学校とか上がるにつれて、やっぱ自我を持ってくるじゃん、子供って。でちっちゃい時ってさ、やっぱり自分と違うものに対して、なんだろう、え、何これみたいな感じでさ、排除しようとしない？子供って特に残酷だけどさ、だんだん小学校3年あたりから自分がその親外国人ってことをなんかもう嫌になってきて、まあ私があんまり小学校の時先輩に好かれてなかったっていうこともあって、まあスポーツとかやってて地元の球技会みたいなのも入ってたんですけども、なんかあんまり年上の言うこと聞きたくないみたいな、ちょっとでもなんか言われたらすぐにこう言い返したりとか、なのですごい年上に嫌われるタイプのキッズだったんですね。だから親が外国人ってことをめちゃめちゃバカにされて、一番私が小学校の時イラッとしたのが全校遠足みたいな、近くの多摩川だっけな、鬼怒田公園かな、なんかあっちの方まで歩いていきましょうみたいな。で公園について野原で全校遠足だから、年上のお兄さんお姉さんと一緒に食べましょうみたいな。で私小3だったんですね。で小5とか小6のもうほんと一回りぐらいでかいじゃないですか。でもやっぱり変なところで嫌われてたから、おい青木お前これ食べろよみたいな感じで、フィリピン産のバナナみたいな、お前猿なんだろうみたいな、なんかそんな感じで言われて、ちょっと悔しいけど傷ついたんですね。当時なんか他の人と私の家って違うんだなみたいな違和感を感じ始めて、で本当私すごいひどいことしたなって思ったのが、高学年もう思春期入る手前ですよね。6年ぐらいの頃から授業参観をなんか親に絶対バレないようにするみたいな、やっぱ他のお母さんと見た目違うから連れてきたらもう親が外国人でバレないみたいな、もうみんな知ってると思うんだけど、私の中でもうひた隠しにしたかったみたいな。でその後明確にほっ
当にも私がマジでフィリピンが嫌いになった。まあ一応自分の母国なんだけど、マジで嫌いって言ってるのがなんか、ちょっと変な感じなんですけども。嫌いになったエピソードがありまして。中学に行くとやっぱり、なんか携帯とか持つようになるから、私も。いろんな情報入ってくるし、やっぱ街に遊びに行ったりとかしたりとかで、フィリピンの人がお金を駅前でこう募金したいですみたいな、私たちの国を助けてくださいって言って、なんかフィリピン人の人がこうやってやって、だそれが私も前から知ってたんですけども、実はそれ自分のポケットマネーにしてたみたいな感じで、なんかニュースで取り上げられてて、マジかみたいな。で、その時友達一緒にいたから、お前のお父さんフィリピンパブ行ってそうだな、みたいな感じで、なんか、その話題の一つのワードにフィリピンパブとか、フィリピンの、あの、女の人の喋り方、なんか、パロパロ、パロパロメー、みたいな、なんかそういう風に、ちょっと、笑いのネタになんか入れられてて、もうそっから私、やっぱ自分がフィリピンっていうのがもうなんか、嫌になって、どんどん。ほんと、しょうもない理由だと思うんですけども。でも、やっぱりその頃って、思春期だから、私は日本人になりたかった。完全な日本人に。やっぱり私中学の時も、やっぱ先輩に目つけられてたんですよ。いたずらとかなんかもうそのことばっかしてたりとか、もう先輩に言うこと聞かないとか、もうほんと先輩に嫌われる体質だったんですね。だからなんか、全校でのその運動会のリレーの時とかに、当時ね、日本ってさ、ワールドカップとかいろいろあってさ、応援歌でさ、おー、日本、日本ってあったじゃないですか。で、それを私がリレーでこうやって走ってる時に、先輩が、おー、フィリピン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 、帰れ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 ってやられたの。これマジよ。それで私もう本当に、本当に日本人になりたいと思った。その当時もやっぱり授業参観とかあるんですけども、授業参観の申し込み書、参観申し込み書みたいな、それを書く欄があって、で、本当は親が書かなきゃいけないのに、私は親の名前を勝手に、私のお母さんって、まあ、下の名前はやっぱり外国人だから、横文字なんですよ、カタカナで。なんかキャサリーみたいな、なんかそんな名前なんですけども、それを私のお母さんの名前を勝手に書き換えてました。要は、青木よしこみたいな。なんか、今思ったら、ほんと親にひどいことしなって、もう親を、なんか隠そうとしてたから、書き換えて、欠席、丸、みたいな。まあ、そういうのが、高校2年生ぐらいまで続いてたんですね。え、じゃあ、かのんちゃん、だって今動画とかでフィリピンとか、まあ、お母さん普通に出してるし、え、嫌いじゃなかったのみたいな、言われると思うんですけども、変わった出来事が、高3ぐらいの頃からあったっていうか、結構芸能人とか、ハーフタレントとか、人気になりだして、AKB で言うとフィリピンの方と、その秋元才加さんとか、あとザワチンさんとか、キャリーパミュパミュさんとなんか一緒に付き合ってたその鈴木ゴンさんとか、鈴木ゴンさんもフィリピン系の人とかで、なんかもう美男美女めっちゃ多いやんみたいな。あ、これダメだな。美男美女めっちゃ多いじゃんって、私はなったんですよ。てか、そういう認識変わったの。それまでは、もう本当に私、マジで最低だと思うんですけども、一応母国だから、心の中で、ちっちゃい頃から、なんかバカにされたりとか、からかわれる種に使われてたことを知ってたから、フィリピンってワードが。だから、心のどっかで、関係ない、私は違うんだ、みたいな。だから、お母さんの母国に帰った時も、なんかもう、ドライに過ごしてたっていうか、親戚の家行っても、ドライに過ごしてたんですね。だから、親戚からも私はあんまり好かれてなかったと思うんですよ、当時。だから、今こう、女になって、考え方が変わって、今はもう親戚とかにもすごい優しくするようになったんです。慣れたんですね。まあその、果たして私が思ってたのって、なんか違うところを見てたっていうか、勝手な私が被害妄想してたのかな、みたいな。まあ現実にフィリピンパブとか、まあなんかフィリピン人の詐欺とか、まあ目立つじゃないですか。日本人だっていっぱい犯罪を犯しますよ。でも、やっぱ外国人がやると、なんかすごい目立っちゃうし、そういうので印象悪かったんですよ、めちゃめちゃ。フィリピン人に対して。でもなんか私が思ってた悪い部分だけじゃないんだな、みたいな。自分のルーツがそこにあることを恥じなくなったのは、美男美女がいたからっていう単純な理由なんですけども、そっから、いろいろフィリピンってどういう国なのみたいなこうやって調べていって。で、こうやってどんどん歴史を見ていくと、フィリピンにもいろいろあって、興味深いなみたいな。で、フィリピンの食べ物とかの、なんだろ、いろいろ調べるようになって、フィリピンフェスティバルとか、私、上野公園とかで1年に1回あるんですけども、いろんな料理あるんですよ。で、それのルーツとか調べると、当時、フィリピンってやっぱりいろんな国がこうやってわーって入った国なんで、福建省の方から来た人がめっちゃいるんですよね。だからフィリピンって行くといろんな人がいますね。白人なの?みたいな感じの人もいたり、でもフィリピン人みたいな。で、あれ?なんか日本人なの?あなたみたいな、なんか感じだと、だいたい中国系とか、なんか、私自身がすごい視野が狭いっていうか、いや、もっと調べると、いろんな人がこうやって共存し合って、助け合いながら生きてる国なんだなって思うと、いや、悪くないっていうか、私はそのルーツを大切にしなきゃいけないなって思って、
ったんですね。入りは本当にもう白浜アランさんとか、あのモコミチさんとか、まあラブリーさんとかもそうだけども、本当いろんな活躍されてる芸能人がこうやって私と同じルーツなんだみたいな、そっから私はあ、これは自分隠さなくていいんだみたいな、高校3年生の終わり頃からもう堂々とハーフっていうようにしました。そっからですかね。当時お母さんに謝ったの。なんかもうお母さんのことも差別してたから、私ちっちゃい頃もう出てこないでみたいな、友達が来た時はもうずっとママ部屋にいたいみたいな、クソみたいな感じだったんで、まあそれほどまでにやっぱり子供の中の世界って結構本当まあ素直で純粋だからこその残酷さみたいな。まあ、私が言いたいのが、その日本に来るフィリピン人の方とかいっぱいいるじゃないですか。確かにフィリピンって、まあ、貧しい国なんですよ。平均月収2万から3万円ぐらいなのかな、日本円で言うとっていう感じで、だからいろんなところに出稼ぎ行ったりで、まあ、大変な国なんですね。確かにそういう悪いことに手を染めちゃうっていうのは、まあ、人間生きるのが一番命が大事だから、まあ、極限状態になったら人って何するか分かんないっていう、まあ、あるあるだと思うんですけども、難しいけど、まあ、いろんな背景があるんだよみたいな感じですかね。やっぱフィリピンって結構大家族が多いんで、あと家族愛が強いんですよ。日本ってさ、子育て終えたらさ、子供は独立して旅立つとか親離れするじゃないですか。フィリピンってね、違うんだよね。本当一家ずっと暮らしていくみたいで、子供たちが お母さんとかお父さんを養っていくみたいな、なんかそんな感じなの。だから日本とは逆なんですよね。日本はもう本当に家から出て旅立ちなさいみたいな感じじゃん。で、あんまりその仕事もないし、フィリピンってだからみんな海外に出てお金を稼いで自分の国にお金を入れてみたいな、そういう感じで、まあ、そこの中から、まあ、たまに犯罪者が出ちゃうみたいな、まあ、お金の苦しさから、だからまあ全てがなんかもうフィリピン人がダメだみたいな感じで、私も心苦しいからな、悪いことには変わりないんだけども、まあ、青木はまあいろいろありましたけど、フィリピン大嫌い人間からフィリピンは大好きっていう風に変われました。どうなるんですかね、フィリピン。これからどんどん発展していったら、発展してほしいですけどね。ちょっと頑張ってほしいけど、まあ、フィリピンの人ってのんびり屋が多いんですよ。年中暑いからさ、まあ、それがいいとこでもあるんですけどね。フィリピンの人の集まりとか行くとさ、なんかみんな肩組んでさ、なんかお酒ウェーって飲んでさ、昼間からのんびりしてるやつらみたいな、なんかまあそう面白いんですけども、それが私は逆に好き。いいとこでもあるし悪いとこでもあるけどっていうぽいゴミ箱感じです。視聴者の方の中で、かのんちゃんがこうやって外国人の血が入ってるみたいな、嫌いになりましたみたいな、なんか結構来るんですけども、日本が本当にもう日本人がすごい多いからさ、逆に私みたいな人が変わってるっていうか、ちょっと違うみたいな感じになるかもしれないけども、日本で言ったら私みたいな人もこんないっぱいいますよ。だから視野を一緒に広く持ちましょうっていう、はい、それを私は今回伝えたかった。もっと視野を広げてったらね、楽しいこといっぱいあるから、はい、という感じでございます。じゃあ私が言いたいことは結構言い切ったんで終わります。今回の動画が少しでも楽しんでもらった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 あとはノートもやってますので、そちらも画面の下から登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。